宇宙ステーションヘルタでの活躍は覚えている。ふん、道理であのギャンブラーが君のことを重視しているわけだ。僕はカンパニーの使者の監督役として博識学会に派遣されてきたんだ。ふん、ただの教務担当の仕事の一環さ。ほら、もうすぐ調和セレモニーが始まるんだろ。せっかくの機会だ、行ってくるといい。適度に休息を挟まなければ。知事、カンパニーと学会の役員は僕たちのことを戦略的パートナーと定義している。だが僕からすれば、僕は常に教師である。その観点でいくと、アベンチュリンは優秀な生徒ではないが、決して当変僕というわけでもない。残念だが、彼の心の穴は才能や知識で埋めることは。ふん、そんな質問をするということは、学習の真の目的を全く理解できていないという。適度に休息を取り入れた方がいいという説には科学的根拠がある。関連する論書は学術雑誌「星とともに」第31467号の21ページを参考にするといい。ふん、慎んでお断りさせてもらう。俺は一発であんたを仕留められるってこと？それは光栄だ。安心してくれ、僕が一番嫌いなのは。それならいい。おや、誰が来たかと思えば、請求列車の大英雄。おお、あんたも来たのか、久しぶりだな。今のはただの挨拶だよ。僕は君と心が通じ合っていれば。まあいい、表に出せねえ話は一旦置いとくとしよう。調和セレモニーの雰囲気をぶち壊すわけにはいかん。賛成。ところで開拓者ちゃん、調和セレモニーでファミリーが正式に列車に謝意を表明するって聞いたよ。僕の任務はカンパニーが介入するための突破口を開くことだったからね。他のことはともかく、君たちがドリームリーフに滞在してた時、実は僕も近くにいたんだ。ただ一つ残念なのは、あの指令が手加減ってものを知らなかったことかな。大したことじゃねえから気にすんな。悪い奴を懲らしめるのは一番大事なことだからな。今回のことがあって俺ら巡回レンジャーもまた動き出した。これから先あんたもいろんな巡視の同士に会うかもしんねえな。そうだな、まあ教えてやるとするか。俺はオスワルド・シュナイダーっていうカンパニーの幹部と確執があるんだ。市場開拓部と戦略投資部の確執については銀河中に知れ渡ってるけど、まさか巡回レンジャーまで関わってくるとはね。これから面白くなりそうだ。サンキュー、あんたも楽しめよ。僕は遠慮しておくけど、君は楽しんで。よかったらまた一緒に遊ぼう。久しぶり、また会えたね。そう言うと思った。君たちオーク家を巻き込んで大仕事をやり遂げたんでしょ。その場にいられなかったのが残念。私がいればきっと君たちの力になれたのに。この船本当に賑やかでいいよね。いつか暇ができたら私もエコシップで盛大なパーティーを開こうと思ってるんだ。変身？何言ってるの？ああ、わかった。アベンチュリンの奇跡のことか。残念だけど、私の能力は彼ほどビジュアル系じゃないんだ。銃の赤心の奇跡の能力はそれぞれ違うんだけど、中には思考を読み取ったり相手の欲望を操ったりする人もいるから気をつけた方がいい。そう考えるとベロブルグではブローニャさんが間に合ってくれてよかった。お嬢さん、ようこそ。あなたのお名前は？
とても素敵なお名前ね。それじゃあ、あなたの願いを聞かせてくれる？それがあなたの願いなの。とても簡単で叶えやすそうな願いね。じゃあ次は代価についての話をしましょうか。あなたの願いを叶えるために必要なものはとってもシンプルよ。それは二足歩行する生物で、毛は黒く丸い頭に長い耳が生えているわ。雑食で少し情緒不安定。何より重要なのは、人間の言葉を理解していて、その動物の尻尾を担保として持ってくれば、あなたの願いを叶えてあげる。縁があったらまた会いましょう、七シビトさん。あ、とも、あなたは準備の道において僕以上の輝きを放っている。あれほどの偉業を成し遂げてもなお謙虚かつ穏やかでいられるとは、ああ、なんと素晴らしい騎士道なのでしょう。悪鳥を打ち砕いた偉業については聞きました。胸が痛くなるような話でしたが、あなたは間違いなく準備と正義を守り抜いた。準備の信奉者が力を求める道に迷い込むと、人間でも獣でもない悪鳥に落ちてしまうのです。あのサンデーという方は準備の道とは無関係ですが、その行いは悪鳥そのものでした。善への道で迷ってしまった悲しき魂、残念でなりません。お恥ずかしい話なのですが、あのエナの夢があまりにもリアルで、移住と化した友人に別れを告げるのが忍びなくなってしまったのです。彼の声や姿、僕は今回準備の試練を乗り越えることができず、動揺してしまった自分を顧みることに多くの時間を費やしました。ありがとうございます。あなたにも準備の加護があらんことを。まだ始まらないし、少し休憩しようかな。また会ったね。この声は。この前も見かけたけど、やっぱり人違いじゃなかったんだ。ううん、あれは君だったよ。箱を開けたり風船を割ったり夢の並び替えをしたりしてるのを見たから、見間違いじゃないと思う。ねえ、調和セレモニーが始まるまでまだ時間があるし。2つの殺人事件、カンパニーの使者との対決、七死人の道の伝承、アイオンに代わって楽園を作ろうとする秩序の残党、最後には美しい夢さえも打ち砕いた。よかったね、難しい問題を解決できて。でも調和セレモニーが始まったら、進むべき道はきっと見つかるよ。君たちは開拓の運命を歩む人たちなんだから。性格ハンターに入る前、エリオはこの旅が生きる方法を教えてくれるって言ってた。でも教えてくれたのはそれだけで、だから私は生きていくのに必要な手がかりに注目してるの。今回のピノコニーの旅も同じだよ。うん、情けないことに方向性は間違えちゃったけど、いくつか得られたものもあるんだ。カンパニーの戦略投資部のジェイドさんって知ってる？ポーンショップ翡翠は彼女名義の資産なんだよ。それで彼女に取引を持ちかけられたんだけど、うん、
そもそも彼女が欲しがってるのは、私はもちろん生きてたい。でも運命がそうさせてくれないの。だからその借りを返してほしいんだ。それを誰かに転嫁して第三者を巻き込むんじゃなくてね。あ、そういえばずっと君にちゃんと謝らないとって思ってたんだ。その…アイリス家の役者、どんなに小さな嘘でも人を傷つける裏切りには変わりないから。ごめんなさい。あの時は緊急事態だったし、ちゃんと謝ったとは言えないよ。改めてごめんなさい。私が間違ってた。私にとっては正直に話すことより隠すことの方がずっと簡単なの。でも普通の人みたいに自分…あの娘だ、かかれ。調和セレモニーが始まる前にあの指名手配犯を捕まえるんだ。こんなとこまで追ってくるなんて。お別れの時間みたいだね。私のことは心配しないで、君はセレモニーに参加して。脚本の結末はまだ訪れてない。きっとまた会えるから。蛍無事だといいけど。まあ、あのハウンド二人が相手なら大丈夫かな。蛍のことは後でメッセージを送って確認するとして、今は調和セレモニーに参加しよう。よかった、蛍の心配はいらないみたい。宿女の皆さん、銀河各地からお越しの皆さん、こうして皆さんと顔を合わせ、今古白期におけるピノコニー最大の式典調和セレモニーを迎えられることをとても嬉しく思います。まずはじめにピノコニーのファミリー並びに五大クランを代表して、そして私個人としても、ご来賓の皆さんを心より歓迎いたします。皆さんもお気づきかと思いますが、今回の調和セレモニーはこれまでとは違い、各クランの努力によりかつてない規模となっており、銀河中の勢力が招待されています。それだけではありません。前回まではピノコニー大劇場で行われていた開会式も、貴重席後、すなわち皆さんが今いるこの飛行艇に舞台を移しました。ではここでルーサン家当主のオーディ・アルファルファによる調和の活動への無視の奉仕に対して、一緒に温かい拍手と心からの感謝を送りましょう。今回のセレモニーはなぜこれほどまでに特別な意味を持つのでしょうか。ご存知の通り、貴重石号は美しい夢の異変により航行を中止せざるを得なくなり、一時は12の時で話題をさらいました。しかしピノコニー内外の人々が力を合わせたことにより、私たちはついに無境を正常な状態に戻すことができたのです。調和セレモニー開催が重なったのはまさに二重の喜び。貴重石号の再出航にも新たな意味が与えられました。そして最後にもう一つ理由があります。皆さん、
時計屋のことは覚えていますか？実はファミリーが今回のセレモニーのために力を尽くしたのは、この伝説的な人物を記念するためだったのです。ピノコニーの父、ラグウォーク・シャール・ミハイル、そう、ピノコニーの礎を築いた伝説の七種人の一人を。宴の星が混乱の最中にあった時代、彼は仲間と共に空からやってくると、開拓を通じて私たちに自由の在りかを教えてくれました。また彼らは無教の開拓でも先頭に立ち、今日の調和の楽園を築いてくれたのです。ピノコニーが今日の輝きを手に入れられたのも、時計屋が私たちの心の奥底に植えた開拓の精神があったから。この開拓の精神があるからこそ、私たちは使命を果たし、調和をより多くの人々に広めることができるのです。聞いてて気分がいいね。さすがうちら。当然じゃん。ってなんでそんな縁起でもないこと言うの？今回美しい夢が正常に戻ったのも、開拓の大いなる助けがあったからに他なりません。請求列車の皆さんがいなければ、この調和セレモニーも無事に開催できなかったことでしょう。そこで五大クランの全会一致を得て、ピノコニーのファミリーは全銀河のファミリーのメンバーを代表して、七種人の皆さんに贈り物をすることに決めました。おお、いよいよかな。貴重石号の所有権を請求列車に譲渡いたします。ほんの気持ちにすぎませんが、どうぞお受け取りください。さあ皆さん、勇敢で恐れ知らずの七種人たちに盛大な拍手と喝采を。七種人、七種人、七種人。それでは一緒に乾杯しましょう。調和、開拓、ピノコニーと銀河の未来、そして快く協力してくださったルーサン家当主オーディ・アルファルファさんに乾杯。乾杯。ほう、あんな決定を下せるとは、あの小鳥も兄に負けていませんな。ビーエンド。でもアシゲちゃん、誰か忘れてない？この船に爆弾仕掛けたんだ。10分あげるから開けてごらん。いつの間にこんなものが、こんなたくさんの爆弾が、よりによってこんな時に伏線回収されるな。
な爆弾であり、王女領族を乱すアウトローでもあります。ここで素晴らしい確かに爆弾ではありませんが、それが何だというのですか。私が危険で狂気じみていくお子だけの話なんだが、アウトローになったのは俺が爆弾だからじゃなくて、古くてイカれた人間の道徳に反す。あんたも感じたいか。唱えてやってもいいが、どんな結果に。ベイビーがおじけづいたか。言っておくが、儀式の準備は整った。耳の穴かっぽじってよく聞いとけ。離すか、ピースか、ハーナビちゃん。離すか、ピースか、ハーナビちゃん。俺を倒したいのなら、花火様の犬に立ち向かわなければならない。あいつらは俺の忠実な仲間だ。あんたではた…ブラザーファイヤーの邪悪な手先に負けるとは。だが、絶対にあんたたちの思い通りにはならない。メッセージを受け取ったんだね。君がここに現れたってことは、簡単に説明するね。今から30分くらい前に、27分52秒27分51秒、美しい夢は秩序の庇護を失ってるから、ここであれが爆発したら大変なことになる。時間をかけて調べたんだけど、多分作った人以外には解除できないんだろうね。それは難しいんじゃないかな。時間は限られてるし、彼女はすぐ変装しちゃうから。時計屋の招待客のこと、残念だけど
私の経験からしてその人たちじゃ状況を変えられないと思う。メモキーパーなら人がいない場所に爆弾を移動させられたかもしれないけど、彼女たちにどんな確執があるのかは知らないけど、この方法は使えない。実は全く方法がないわけでもないの。覚えてる？脚本には私が夢の地で3回の死を経験するって書いてあったこと。多分だけどこれが3回目の前兆なんだと思う。もう知ってるかもしれないけど、私は生まれつき夢を見られないの。夢に入る時も性格ハンターの特別な手段を使ってる。奥室の重圧が与える苦痛に耐えることができれば、美しい夢の外にある原始の記憶域に潜り込める。あの爆弾を無境の奥深く、できる限り深い人のいない場所へ持っていく。心配しないで、ファイアフライの走行ならカウントダウンが終わるまでに私をその場所に運べるはずだから。今のところこれが最善かつ最も合理的な選択肢なの。だってこの長い物語の最後は、いい言葉を教えてあげる、いわゆる不可能と呼ばれるものはまだ訪れていないだけのことだ。今ありえないことがたくさん起こってるけど、そういうのって本当にありえないことなのかな。私はね、ただそのありえないが否定される瞬間が文字通りの終わりだろうと、死のような苦痛だろうと、危険極まりない死地だろうと、定められた終点に着くまでそれらに違いはない。だから私はまだたくさんの選択ができる。私たちが選択をした瞬間、心の中ではもう結果が決まってるんだって。運命が私たちを作るんじゃなくて、私たちが運命を作るんだよ。請求列車と性格ハンターは光と影、異なる道を行き絡み合い、一緒に進んで成長する。終わりが決まっていても、それは今じゃない。ちょっと順調すぎるなで、カウントダウンを早めます。火に向かって飛ぶホタルのように人生は短い。だからもし答えが出てるなら、絶対に悔いを残さないで。私たちにはその権利があるでしょ。それぞれの目的を持ってここに来て、思わぬ方法でそれを実現した。その結末が甘美であれ、幻であれ、苦い現実的なものであれ、それは私たちが望んだ答え。人はなぜ眠ることを選ぶのか。私はね、君の言う通り、いずれ夢から覚めるためだと思う。その花は時計屋と、彼が生涯思い続けていた戦友のためにミハイルは毎年ここに2つの花束を置いていたそうだ。
あなたの願いはずっと誰かが覚えている。望んでいた通り、今ピノコニーの長い夜は明けた。前途は必ずしも順風満帆ではないかもしれないが、人々は自由へ向かって進む。ティエルナ、これでもう帰れるだろう。未来の七死人も次の目的地に向かう準備ができているようだ。でも出発する前にまだ最後の仕事が残っているわ。光栄だな。これまでにも私は多くの別れを経験してきたが、だが出発する前に過去の七死人にいろいろと言いたいことがあるんじゃないか。死者の物語に完璧なピリオドを打つことは何よりの慰めになる。彼らはここにいる。この彫像、前はなかったよね。これがギャラガーが私たちに残した最後の謎みたいね。結局私たちはギャラガーの正体を知らないばかりか。なんていうか、あのおじさん、さすが虚構歴史学者って感じだよね。そういえばあの人フィルムランドで、でも全部謎で説明するのは、少なくともうちらがピノコニーで一緒に過ごした時間と、この土地に対するあの人の忠誠と愛情も、ギャラガーと眠れるハウンド、宴への招待状、全ての嘘、それから唯一の真実に、また会うことがあったら今度はあんまり謎めいたこと言わないでよね。最初に車掌さんからのお願いを聞いた時は正直びっくりしたんだよね。七死人は開拓の人間で、いいことをしても名を残さない。時間だってかなり経ってるし、こんな広いピノコニーでどうやって三人の行方を突き止め。でも今は夢の地では本当にできないことなんてないんだ。歴史は死者の名を残さないかもしれないが、星々は彼らの足跡を見届けている。長い夜に訪れる最初の光は往々にして何も照らすことができない。だがそれによって人々は知ることになる。夜空にいつも光るものがあったとしたら、星が一つ落ちた後にはブルックリン・ティエルナ、ラザリナ・ジェーン・エスデラ、レールを敷いた開拓者たち、もう二度と沈黙しない歴史、ほとばしる情熱と勇気、そして離れるのか。すまないな、ミカさん、別れを言いに来るのが遅くなって。何言ってんだ。あんたたちは時計屋のために多くのことをしてくれた。ろくな礼はできないが。ドリームリーフの人々はこれからどうなる。多分ここに残るだろう。目を覚ましていることに慣れてる人が目を閉じて暗闇の中で生きていくのは難しいからな。ピノコニーの夜は長く、まだ全員が安心して眠れるような状況じゃない。あれがなくても俺たちは今まで生きてきた。ミカさんとドリームリーフの住民たち、長い夢の森人、忍耐の歳月、数々の悲しい夜、そしていつか訪れる夜明けに、またここに戻ってきたわね。この開拓の旅はあんたとドアボーイの出会いから始まって、途中いろいろなことがあって、また最初のスタート地点に戻ってきた。まるで時計の針が何度回っても、一日の始まりと終わりがいつも前に進む12時になるかのように。多くを語る必要はないわね。この物語はあんたから始まったんだから。そして次のページをめくりましょう。ラグウォーク・シャール・ミハイル、夢の地の時計屋、請求列車の七死人、ピノコニーの過去、現在、未来、そして死ぬまで変わらない夢に、敬意。
これでうちらの七死人としての使命は終わり。開拓は人々に方向を示すことができるが、きっとミハイルはこの日を見届けたかったんだろうな。ミツキちゃん、どうかした？ちょっと変な感じがするだけ。これまでも似たような感じがしたことはあったんだけど。言ってみろ。もしかしたらみんなも同じことを考えているかもしれない。つい考えちゃうの。ミハイルもティエルナンもラザニナも長い人生の中でたくさんの物語を経験してきたんだなって。三人にも若かった時があって、うちらみたいにぶつかり合ったり騒ぎ合ったりしてたんだよね。仲間、ライバル、旅、冒険、悲しい思い出、楽しい思い出。でもそれも全部過去のことなんだよね。分かってる。でもうちの心を締め付けてるのも。例えばだけど、本を読んでる時、登場人物が次々と困難にあって、最後も後悔でいっぱいの結末を迎えたら複雑な気持ちにならない？うちらは登場人物たちの人生の細かいとこまで見てるから、だから現実的じゃなくても合理的じゃなくても結末が訪れるとしたら、それはハッピーエンドであってほしいの。でももし彼らが、それとうちらがそんなに特別じゃなかったとしたら、ミハイルがこの椅子に座って毎日毎日請求列車が来るのを待ってた時、あの人は何を思ってたのかな。あの人が人生の最後に自分は、今うちらの心にあるこの後悔は。そうね、私たちはみんなその問いの答えを探してるんじゃないかしら。銀河は広く、生命は小さい。開拓の足跡は止まることはないけど、宇宙という尺度で見れば普通の人は。でもそんな短い道のりがつながり合うことで無数の世界を結びつけることができるの。宇宙はレールに枕木を残した人たちのことを覚えてないかもしれないけど、私たちが覚えている限り彼らの物語は終わらないわ。ミハイルが私たちに残したものはこの問いに対する彼の答えなの。それは一方で、その意味は後に続く私たちが解釈することになるんだけどね。重要なのは答えじゃなくて、他の人の答えからうちらが何を得られるか。え、それが開拓よ。うん、ごめんね、なんか重い雰囲気にしちゃって。ほらタンコ、なんか寒いジョークでも言って空気を。今から先のことを考えるのは決して悪いことじゃない。だがそれまでは長い道のりを共に歩んでいくことになる。そうね。そして今一番大事なのはピノコニーでの体験を車掌に伝えることよ。それから準備を整えて開拓の次の目的地に出発しましょう。ばかりの頃のことを覚えているか。あの時は私たちの旅がそういえば、簡単に言うと私は虚無の呪いを受けた自滅者だ。私の故郷は遥か昔に自滅の結末に抗うため、私は旅に出て虚無を断ち切る方法を探していたんだ。そして長い探索の末、そこには第九機関という秘密が隠されている。いや、旅の目的からしてこの広大な銀河で私たちが再び交わることは。だが開拓の先には未知が広がっていて、私の刀は
運命を断ち切れるほどにするだ。ああ、そういえば失礼を詫びなければならないな。初めて会った時のことを、自滅の呪いのせいで私の記憶は断片的に剥がれ落ち、過去がぼやけているんだ。そうだな、私がどんな人間かよりも私たちにはそれぞれ歩むべき道がある。旅立とう。次に会う時は。ほらほら、パム元気出して。美月の慰め方は本当に古臭いな。横で黙って見てるだけよりマシだと思うけど。あ、やっと戻ってきた。今回の冒険について話したら急に泣き出しちゃったの。パムが俺は泣いてなどおらん。俺はただ怒っとるだけじゃ。そう、怒っておるのじゃ。いつも列車がどこかに停車するたびバカ騒ぎしおって、俺が予定した発車時刻など誰も守ろうとせん。そう、俺は怒っとるだけじゃ。ミーシャ、ピエルナン、ラザリナたちのことなんか大丈夫、泣きたいだけ泣きなさい。みんな、隣の車両で少し休んでいてもらえる？でも行こう、美月。なんてパムにとってあの三人の七死人は。パムがいつから列車に乗っているのかは誰も知らないが、これまでの長い旅で俺たちには想像もできないほど多く、あんな風に声を上げて泣けるのはむしろいいことだと俺は思う。長い歳月が経った今でもパムが列車に乗った七死人たちのこと、慰めるのは姫子に任せよう。この列車で彼女ほど人を導くのが上手い人はいない。さっきのパムは感情的になっていたが、その言葉もあながち間違いではない。君が列車に加わってからというもの、それぞれの目的地で予定よりも長く停車するようになった。誰一人として欠けさせないためにパムは何度も跳躍のスケジュールを延期。なるほど、だからパムはいつも廊下を不安そうに歩き回っていた。車掌さん、うちらのためにずっと黙々と頑張ってくれてたんだね。一般的な乗り物と違って請求列車は開拓を行うたびにそれを運行のエネルギーに変換する。理想的な状況なら開拓の旅が途切れない限りだが、これまでのこともあって燃料の消費ペースが想定を上回っている。2回、それってかなりヤバくない？またそう言われるとそこまで悲惨じゃないように聞こえるかも。また宇宙を漂う美少女ゴーリに戻るなんてやだよ。つまり次の目的地を選ぶときは。ああ、製図を確認したが、比較的近くにある世界は海洋惑星ルサカと、どちらを目的地にするかは。あるいは私の提案を聞いてみない？また会ったわね。あんた、なんでうちの部屋から。部屋の主と同じくらい可愛らしいお部屋だったわ。メモキーパー、君がどうやって列車に乗り込んだかはともかくとして、今言った提案というのは。列車が燃料を得る方法について本当はちゃんと話をして協力関係を築けるかどうか見極め。言いたいことがあるならはっきり言ったらどうだ。内容によっては列車から降りてもらうかもしれないが。普及の光栄、本当に魅力的な竜ね。特にその曖昧ではっきりとしない記憶が。本題に入りましょう。請求列車が今エンジンに動力を補充するために特別な開拓の旅をしなければならないのなら、考えたことはある？この旅の目的地はあの名高いアキビリですら
と、あなたたちが宇宙に新たなレールを敷くことができれば、列車は二度とエネルギーの心配をしなくてよくな…アケビリですら行ったことない世界を開拓する、そんなこと本当にできるの？話を続けてくれ、メモキーパー。その目的地というのは一体どんな世界なんだ？宇宙の大多数の人が存在を知らない世界、外部からは観測することすら難しい、ガーデンの鏡にしか映らない世界。三重の運命によって縛られ、運命を予測できない世界。永遠の地、オンパロス。会いに来るのが遅くなってしまったかしら。あなたが来るとは意外ですね。ファミリーがどれだけ警備を固めているか、あなたをここから連れ出すのがどうやら何を言っているのかよくわからないわ。交渉、尋問、あるいは徹底的な死刑。なぜ今になって死にゆく者に口を開く機会を与えるような素振りを。祭壇から転げ落ちてもその態度は変わらないのね。そのような謎めいた言葉で私の尊厳を傷つけるのはやめていただきたい。そんなわけないでしょう。私が来たのはあなたの妹の願いを叶えら、ロビンの、誰もが平和を享受できる真の楽園を築く、これがその約束を果たせるチャンスがまだあると言ったら、私と話してくれる気になるかしら。これがとても重い質問だということは分かっているから、行きなさい。あなたは自由よ。己の本分を超えようとした神に選ばれし者、その翼を降り俗世を訪れ、だ、あなたたちの慈悲などいりません。言ったでしょう、これは取引だって。それに今すぐ答える必要はない。収穫は一夜にして得られるものではないもの。あ、最後にもう一つ言葉を送ってあげる。人生は辛く短い、好機を失することなかれ。